パリを目指してやるって決めて、まあ、練習をそこそこしてきて、で今年の目標はまず全日本で優勝するっていうことを目標に掲げてやってきてるので、その目標の一つの大会として、まあ、モチベーションを上げて臨んでます。まあ、しっかり前乗りしてチームとしていい感じで来てると思います。チーム一丸と選手だけじゃなくて、まあ、投手と感じで頑張っていきます。はい、はい。風強い中でいいスコアで予選の入りができたので、明日からもいいレースができるように頑張ります。まあ、キールボートとか乗って勉強してきたときにいいコミュニケーション取れたりしてるんで、まあ、現場なんて乗ってなかったですけど、違うボートでまた経験とかをうまく活用してできるだけ上位に食い込めるようにしたいなと思ってます。